というわけで、今日はおうちデートの勉強をしましょう。会長とはすでに何度かおうちデートをしていますが、このところ生徒会が忙しくてなかなか二人きりの時間が取れていませんでした。一応遊べる道具は持ってきていますので、新たな発見は見込めるかと。イエス、私の趣味の一つです。ジグソーパズルは人間界で出会った中でも非常に良いものです。考えに行き詰まった時に脳をリラックスさせつつ回転を促すのにちょうどいい。全体図を想像し俯瞰しながら組み立てるので問題解決力の向上につながる。さらに完成したものを再度作り直す際は記憶力のトレーニングにもなる。なので今日はその良さを伝えることも兼ねて、会長も一緒にジグソーパズルをやりましょう。ノープロブレム。いつもの生徒会での仕事と同じ定位置です。むしろ最近はこの体勢の方がしっくりきます。会長が後ろにいるので安心感があって落ち着く。生徒会室はいいけど二人きりの時だと落ち着かないですか？この体勢になるとどうしても密着するから変な気分になる？ほら、ダメですよ会長。今はジグソーパズルの時間。まあ、恋人同士ですし、後ろから抱きしめるくらいは別に構いませんが。とにかく今はジグソーパズルの良さを知ってもらいたいので、そちらに集中してください。じゃないです。ほら、ここの絵のつながりとか分かりやすそうですよ。会長も一緒にピースを探してください。1000ピースのうち半分くらいできましたね。少し休憩しますか？冷蔵庫から持ってきたそれはプリンですか？なるほど、抹茶プリン、とても美味しそうです。早速食べてもいいですか？はい、いただきます。すごく美味しいです。抹茶の上品な甘さが口の中でとろけるように広がります。このプリンは一体どこのメーカーの？和菓子好きとしてぜひともリピートしたい味です。って会長、どうして嬉しそうに笑っているんですか？会長がこれを作ったんですか？いつの間にそんな技術を。付き合い始めた日のことですか？はい、もちろん覚えていますが。会長が私のことを好き？全く予想してなかったわけではありませんが、それでも本当に私を選ぶなんて、嫌ではないです。会長は魅力的な男性だと思います。優しいですし器用で仕事もできる。前会長を打ち破る実力があり、それにもかかわらず努力を常に怠らないで訓練し続けるのはかっこいいと感じます。ですが、むしろ会長は私のどんなところが好きなんですか？私は自分がそこまで可愛いとは正直思っていません。前会長やサーシャ先輩、
まとい先輩の方がずっと。え？小動物みたいで可愛い？メガネが似合う？和菓子に目がなくてちょろい？マイペースなようで真面目なところ？クールなようで心優しい。まだあるんですか？一体いくつ出てくるんですか？数えきれないくらい好きポイントがあるって。もういいです。わかりました。会長が私のことを好きなのはよくわかりましたから。だから付き合ってほしいと。和菓子を作ってくれる恋人は確かに魅力的ですが、それよりも私としては男女の付き合い方を一緒に勉強してくれると嬉しいです。会長との恋人関係に興味はありますが、私は恋愛初心者ですので。本当にあれから和菓子の作り方を勉強していたんですね。ようやく最近披露できるレベルになった。私のためにそこまでしなくてもよかったのに。会長はまたそういうことを。ジグソーパズルは再開しないのかって。一応会長から美味しい和菓子をもらいましたので、先にそのお礼をするのが筋かなと思いまして。会長、頭を撫でながら耳元でささやくのはずるいです。私が会長のことを好きか？そんな野暮なこと聞かないでください。どうしました？何か言いたげな表情ですが。会長の膝の上は今や私の定位置ですので、いつもの場所に腰掛け、二人で釣り竿を持っている状態。これで一度釣りをしてみたかった。想像通りリラックスできて快適な釣り環境。それにサバイバル合宿ではサーシャ先輩に釣りのやり方を教えたりで、会長とまったりできていませんでしたから。大物がかかった時危なくないのかって。ノープロブレム。私がこのまま釣り竿を持って立ち上がれば問題ありませんし、会長に釣りのテクニックを教えるという意味でも私の手元が見やすいこの体勢は合理的。お、早速魚の当たりが来てますよ。会長、まずはロッドを煽って釣り針がしっかりと刺さるように合わせフッキングを行いましょう。それから。やりましたね。初回からなかなかの大物です。釣りの細かなテクニックに感心した。はあはあ、ふふふ。そこまで会長にベタ褒めされるといい気分。まふー。この前は
そこまで話していませんでしたね。最初は人間界の生態系への興味、実際にいろんな生き物を観察したくて海や山に出向き、魚を近くで見るための手段として釣りを学びました。ところが実際やってみると簡単ではなくて、最初の一匹を釣り上げるのに悪戦苦闘した。同時に魚の生命力に触れて驚きました。そしてやっとの思いで初めて釣り上げた瞬間は今も鮮明に覚えています。その一匹目は予想外のとんでもない大物で、思わず放心状態になって足がガクガク震えたんです。とても感動しました。そんなことがあって今では釣り自体がすごく好きになったんです。ただ周りには釣りが好きという人は見かけませんでした。だから合宿の時まで自分から言い出さずに黙っていたんです。でもこうして趣味を一緒にやれる人ができると嬉しいものですね。それはすみません、釣りって決して女の子らしい趣味とは言えないじゃないですか。会長にはなるべく彼女としてよく思われたくって会長、いきなり抱きしめられると驚く。今は釣りをしている最中、そういうのは魚がかかった時の反応に遅れが生じます。心臓のドキドキが聞こえてくる。好意対象の男性から抱きしめられたらそうなるのは普通。別にそんなことを狙ったわけでは。ですが、人間界のことわざで二頭追うものは一頭も得ずとも言います。今は一旦会長を釣る方に集中しましょう。会長、すぐにキスするだなんて、会長はスケベ。でもここ数日キスの勉強できてませんでしたし、いい機会かもしれません。はい会長、私も好きです。浅いキス、ポカポカして幸せな気持ちになります。はい、会長好き、会長、こちらも書類終わりです。ダブルチェックお願いします。すごいわ。アナ、もう全部終わったの？イエス、我ながら絶好調です。チェックの結果はいかがでしょう？はぁ、頭撫でてもらうのいい感じです。アナってば、クロトと付き合い始めてからすごく女の子らしい表情をするようになったわね。会長に頭撫で撫でしてもらって活力を補充することで
次なる仕事のやる気につながる。そのやる気でバリバリと仕事をこなして、また会長に褒めてもらう。これぞ恋人という立場を利用した合理的サイクルです。なるほどね。でもそんなに効果あるなら私も一度試してみたいわ。ダメです。これはあくまで会長の恋人である私の特権。ずるいわ。あれ、なんか外急に暗くなってゴロゴロ言ってない？これはまさか。停電だわ。アナ、すごい声がしたけど大丈夫？電気が復旧したわね。って、アナがクロトに抱きついてめちゃくちゃ震えてるわ。ふっかくかくブルブル。エマージェンシーです。落雷は良くない、良くないです。展開の一部では落雷は不吉の予兆であると言われています。根拠となるデータは存在しませんが、一方で火のないところに煙は立たないとも言う。アナ、迷信に妙に過敏なところがあるわよね。ここまで怖がるのは初めて見たわ。これがついているから大丈夫？会長、でも…あまた落雷があったみたい。連続なんて珍しいわね。そんな、2回目…3回目が、もし起こったら…ちょっとアナ、顔が真っ青よ。これ以上まだ何か迷信があるの？3回目の落雷は恋愛の破局の予兆とされています。そんなの嫌です。私、会長と別れたくありません。ん？クロト、もしかして今私と同じこと考えてる？なら、ここはアナの恋人であるクロトに譲るべきよね。手伝いとかはしなくても平気？会長、あの、一体何を、どこに行くんですか、会長？アナ、そんなに心配そうな顔をしなくても大丈夫よ。クロトはアナのために雷を止めに行ったんだもの。それはどういう…簡単よ。雷雲に聖術でも何でも打って雲を散らしちゃえばいいんだもの。はっ、そんな無茶苦茶な。そんな威力の聖術を使えるのは規格外の勢力を持つ前会長くらいなもので。できるわよ、クロトなら。なんでそんな自信を持って言えるんですか？だってクロトは私を倒した魔王だもの。落雷とは違う音。あ、窓の外が晴れて、まさか本当に。ほらね、私の言った通りでしょ。むむむ。雷雲を吹き飛ばして3回目の落雷も防げたし、めでたしめでたしね。って、なんでアナは不機嫌そうなのよ。やっぱり落雷は不吉の象徴です。言っておきますが、会長は私の彼氏で誰にも譲りませんからね。そんなに抱きついてアピールしなくても、知ってるけど。
城を作りましょう。すみません、言葉が足りませんでした。つまりは砂遊びで城を作ろうという意味です。これまで会長とリゾート結界へデートに来た際、水遊びはよくしていました。しかしまだ砂遊びはしたことがなかったので。どんな城を作ろうかですか？ノープロブレム。事前に設計図を書いて準備万端です。何事も準備が大事とはいえ、これが正解というわけではありません。会長も意見があれば言ってほしい。せっかく二人で遊ぶわけですし、それにこれは恋愛の勉強としてお互いの好みを知るいい機会でもあります。ベリーグッド。これで砂の城完成ですね。実際の機能性を考えたリアル思考の良い城になった気がします。今日はそんな思い出としてディスクで写真を撮っておきましょう。私と会長の共同作業、恋愛の記録フォルダにちゃんと保存しておかなくては。あ、いえ、何でもありません。それより次は横に砂の家を作っていきましょう。私たちの住む家です。実際に二人で住むとしたらどんな家がいいか考えるのも恋愛の勉強になります。もちろん家の設計図も準備済み。それに加えてさらに現時点での将来について考えていることも書き出してきました。ここに会長の思い描く将来の予定を加えて一緒に住む家を考える。で、会長、何をそんなに動揺しているのですか？私が会長と同棲して将来的に結婚しても構わないという口ぶりだから。あ、言われてみれば、その自分ではそうなるのが自然だと思っていたので、伝える際の感情の機微は計算外でした。よく考えたらこれはいろいろ恥ずかしい。会長は私とそういう将来は考えていませんでしたか？なんだかプロポーズみたいになってしまいましたね。会長、いつもの場所、膝の上に座ってもいいですか？はい。いつもは落ち着く場所なのに、今日はちょっとドキドキします。それじゃあ、改めて砂の家を一緒に作っていきましょう。会長は将来、どんな風に考えてますか？学園を卒業したら結婚？なるほど。考えておきます。結婚して住む家は、なるべく大きい方がいいかと。その、大家族になっても困りませんし。ちなみに、会長は子供、何人くらい欲しいですか？できれば私はいっぱい欲しいです。会長、そんなに抱きついたら
砂の家が崩れちゃいます。本格的にイチャイチャするのは私たちの家を作ってからにしましょう。